初級級から一気にこう上ままで駆け巡りますサルサって何ですかっていうとドドンアフロカリビアンダンスミュージックのことですなんじゃそらとアフロカリビアンダンスミュージックまあ要するにアフリカ由来でカリビアン、えー、カリブ海ですねカリブ海の島国中心で演奏されてるような踊れる音楽をもう総称してサルサと呼んだっていうか名付けたっていう感じになります。 書いてありますがさまざまなラテン音楽国人種もそうですねあと文化もそうなんですけどもそれを一つに統合しちゃうっていうかわかりやすく呼ぶために名付けたっていう感じですでいつ頃どこでっていう話なんですけれども、えー、70年頃ニューヨークでございますなんとニューヨークなんですねを中心に世界に発信してここめちゃくちゃ重要なんですけどもアフロカリビアンラテン系 特にねヒスパニックと呼ばれる、えー、人たちスペイン語を喋るアメリカの移民および難民の方々の、まあ、文化と地位向上になったわけですね今までやったあのソウルミュージックとかモータウンの音楽とか JB のファンクっていう、まあ、いわゆるブラックミュージックっていう音楽がありますねそれはその60年代70年代に、えー、特にその黒人の差別の人種問題 え公民権運動に大きく貢献して黒人の地位を向上させるのにある種力添えをしたと言えると思うんですよはいでこのサルサっていうのはそのカリブ海版っていう感じカリブの人たちがまあアメリカに移り住んだ人たちっていうのがいて、えー、社会的にというか経済的に、まあ、簡単に言うと弱者なだったわけですねそれをまあ大きくこう社会貢献 だったりまあ音楽業界的にも音楽の、えー、界隈の中でもあラテン系の音楽やる人たちのって、まあ、素晴らしい音楽やるよねっていうようなねじゃあ具体的にはどういう音楽なのかっていうのをちょっとざざっと説明したいざっくりほんとざっくりなんですけどサルサっていう音楽があるわけではなくてこの下に書いてあるこれらの音楽を、まあ、まとめてサルサと呼ぼうと決めて 今現在だとサルサって言ったら大体この辺の音楽まあ今だったらもうちょっとねいろんな音楽とミックスされたようなものっていうのもあったりするんですけど大体この辺ですとでこれザザッとね説明していきたいと思いますまずマンボっていうのが一番有名だと思うんですけどもマンボっていうのは何かっていうとこれねメキシコ発祥の音楽だがしかし演奏してたのはキューバ人っていう。 まあ、ペレスプラードさんっていうね、あのー、ご存知の方多いかと思うんですけども、あうっていう、いわゆるマンボ、マンボナンバーファイブとか、ナンバーエイトとか、闘技牛士のマンボとか、なんちゃらマンボ、なんちゃらマンボって、えー、いろいろ作ったペレスプラードさんっていうのが、メキシコで成功したんです。自分がやってた音楽をメキシコで成功させて、そ,れをその音楽のことを、これはマンボですっていうふうに名付けたわけ。はい。だから、えー、もう、 今世界でマンボって言ったら基本的にはそのペレス・プラードさんがやった音楽のことをマンボと言いますっていうか認識されておりますもともとはちょっと違ったんだけどもともとマンボって呼ばれるものはあったんだがペレス・プラードさんがやった音楽を <laughs> 俺の音楽マンボだぜって言ったことがもう世界的に人気になっちゃったからもうそれに従わざるを得ないっていうか <laughs> あこれがマンボなんですねってもう世界の人に認識されちゃったわけ、はい、で具体的にどんな音楽かっていうと超簡単に言うと もともとあったキューバの音楽、キューバのリズムとビッグバンドジャズ、当時ですね、流行してたビッグバンドの形式、大女帯のジャズのスタイルを掛け合わせたものがマンボって思っていただくと分かりやすいかなと思う。このマンボっていうのは4ビートのキューバンリズムと言っていいと。パン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 、ポン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 。 ワンツーフリーフォー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 パララ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 パラバラパラバラパラパラパラ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 ラバララパララパ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 ララパ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 ララ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 ラ 超簡単に言うと歌って踊れる歌謡曲みたいな感じですね。で、ソンっていうスタイルをまあご存知の方もいるかと思うんですけども、キューバのギター,、えー、トレスとかね、やれるギターを弾きながらこう歌って、まあ、歌謡曲なわけなんだけれども、リズムのノリがグルーヴィーなんで、聴いてる人はこう踊ったりすることができるっていう感じです。で、モントゥーノっていうのは、まあ、簡単に言うと山場っていうことなんですが、えー、その曲の後半部分に コールレスポンスだったりひたすらね同じこうリズムを繰り返してとにかくこうテンションを上げていく、えー、人を踊らせるセクションっていうのがあるんですけれどもそれがついたのが、まあ、モントゥーノと名前がつきましてそれがあるのがソン・モントゥーノとざっくり言うとサルサの曲で一番多いスタイルっていうのがこのソン・モントゥーノのスタイル、まあ、およびマンボっていう感じですねでそれ以外は、 まあその曲によってはこの要素があるかなっていうところでザザッと説明するとととダダンンンンソソっってていいううののがありますすもキューバです、はい、これはキューバの音楽なんだが特にヨーロッパ圏の影響を強く受けているクラシック音楽だったり宮廷音楽の影響を強く受けているものでいわゆるこのガ,ガンガン踊れるぜというよりかはちょっとこうもっと上品に踊る <laughs>、えー、小気味よく踊れる。 楽器で言うとバイオリンとかフルートとかで演奏されたりする、えー、ちょっとこう品があるエレガンスなダンスミュージックっていう位置づけです。はい、あとはルンバとモサンビーケっていうのは以前ワークショップでやりましたけれども、えー、ルンバっていうのはもともとアフリカ系の、えー、リズム、まあ、このコンガを主体としてやるんですけどもでキューバで発展して太鼓と歌で演奏される、まあ、ものすごくリズミカルでプリミティブな音楽。 でそこから発展してのモサンビーケ。モサンビーケっていうのは、まあ、いわゆるカーニバルみたいな、えー、リズムを想像していただければいいかなと思いますで。前ワークショップでやったんですけど、モサンビーケっていうリズムはキューバ生まれなんだけれども、後にエディ・パルミエリーがニューヨークスタイルっていうのを作って、あとスティーブ・ガットがね、ドラムでやったりしてますけれども、サルサでやる場合は基本的にニューヨークスタイルのモサンビーケです。はい、で右側、プレーナとボンバっていうの聞いたことありますかね。

こんな感じのとてもパッと聞いて、えー、もう誰でも乗れるっていうのね、えー、リズム、えー、昔ながらの音楽があるんですけどもそれもサルサルに統合されますあと、えーまあ、細かな要素としてはやっぱりさっき言ったビッグバンドジャズの要素も入っているビッグバンドジャズの要素何かっていうと管楽器ホーンセクションが入ったっていうのとリズムの面で、えー、さっき言ったように4ビートの感覚がある瞬間があるんですね。 まあ曲全体を通してあることもあるし、そのセクションの中で4ビートのニュアンスっていうのは、ね、いわゆるこう、がっつり塗るというよりかは、こう、スーッと乗れるような感覚。あと、ブーガルっていう音楽が一時期、本当に一時だけ流行るんですけど、ブーガル何かっていうと、マンボとソウルミュージックです。マンボとアメリカっていうか、黒人さんの、えー、ポップスですね、の融合っていう感じ。 これも簡単に言うと、えー、さっき言ったそのビッグバンドジャズがワン・ツー・フリー・フォーワン・ツー・フー・フォービートだとしたら、ブーガルの方をワン・ツー・フリー・フブラックミュージックでよくあるような、こういうそのバックビートの手拍子が入るこの。このビート感が気持ちいいようなものがブーガルと思っていただければいい。有名なところでラバンバとか、バララララララバン

乗れるよねっていうようなのがブーガルと思っていただくと大体当てはまる、はい、ちなみにラバンバもテキーラもブーガルとして発売発表されたわけではないロックとして発表されたわけなんだけどもブーガルのスタイルであるとめちゃくちゃハマるっていう楽曲です、まあ、バックビートがある打点 <laughs> マンボウ <laughs> がブーガルと思っていただいてちなみにヒップホップのブーガルとは 全く別物なのでダンサーの方はね。これ要注意っていう感じです。後に出てくるエレクトリックブーガルーっていうのもあるんですけども、それは全く別物お話です。はいで、なんでこの説明をしてるかっていうと、そのね。サルサの音楽。まあ及びそのラテン系の音楽。演奏する際に例えばなんですけど、さっきちょっとやったんですけど、カウベルのパターン一つとっても例えば？うん アクセントを何もつけない割とこう平たいこういうのよく聞くと思うんですけどもこれはさっきの僕の定義で言うと4ビートのキューバ番リズムと言えるわけね本来はその9番のリズムって比べがある <noise> これをとにリズムが構築されているので結構その 強くつくつとととこころろあんまつかなないところっていうのが明確なわけね例えばキューバ風によるとこういう感じになるアクセントとそうじゃないところがめちゃくちゃメリハリがついてかつちょっとそのキューバ感、えー、アフロ感があるとちょっとこうなまってるっていうかなまりがあったりするのが。 あキューバっぽいなっていう感じなんだけどもそれに対してさあっていうかねワン・ツー・スリー・フォーワン・ツー・スリー・フォーパララパララパララッタラッはいこの違い何なのっていうとさっきの話ビッグバンドの影響を受けたか否かっていうところですねまあジャズの影響と言ってもいいんだけどそれが分かってるとそのどういう楽曲をやるかによって アクセントつけた方がいいのかなあるいはつけない方がいいのかなって <laughs> 迷う瞬間ありません僕はそれがずっと謎だったんですけどもま簡単に言うとこういう理解をすればあこの楽曲はもともとペレスプラウドがやってた楽曲だからアクセントあんまつけないでこうさらっとね4ビートの滑るような感じで、えー、スイスイスイっとこう進むような感じで行った方がいいよねとかあこれキューバ人が演奏キューバ人のバンドがやってる スタイルだからものすごいアクセント比べ、えー、をね強調するようなアクセントついた方がいいよねっていうのが分かってくるはいいろいろあるんじゃがこれも一括りでサルサって四んじまおうっていうのがサルサなのねでなんでこんないろいろごちゃごちゃしてきたかっていうとそも,そも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 カリブ海の島国がありますとで、えー、1900年代頭まではスペインの植民地だったわけねこの辺の国々っていうのはだいたい でそこからアメリカの後ろ盾があって、独立します。はい。ただし、えー、実質ですね、アメリカの保護国っていう感じ。経済的にはアメリカの領土的な扱いをされていた。まあ、独立とは名ばかりのね。はい。で、プエルトリコはちなみに今でもそうでございます。はい。で、えー、その独立してから、 はですね、アメリカとの国交があったので結構そのハバナのあハバナごめんなさいキューバの人たちとかプエルトリコの人たちっていうのは国外に出ていきますねはい、まあ、ミュージシャンに限らずです労働者っていうかね、えー、海外に出たい人が出ていく特にプエルトリコっていうのは海外への移民を推奨してたのでアメリカには多くのプエルトリカンっていうかヒスパニックの人たちがいますとで一番成功したと言われるのがですねさっき言ったペレスプラウドさん ペレス・プラドさんはキューバで音楽をやってたわけなんだけれども、さっき言ったビッグバンドと掛け合わせるスタイルがあんまり受けなかったかどうかわかんないんだけど、一応一旗上げてやろうってことでメキシコに飛びます。メキシコで大成功するわけ。ペレス・プラドさんっていうのは。で、そこでメキシコから北米に伝わり、世界に伝わりっていう感じです。だもんで、他のそのキューバとかね、プエルトリコの人たちも北米行ったら、あ、あのマンボやってよ、みたいにね。 言われたかどうかは知りませんが、結構そのマンボーを演奏する人たちっていうのが出てきます。はい。えー、ここで言うマンボーっていうのはペレスプラードがやった音楽のことです。はい。で、<laughs> ここからね、キューバっていうのは革命が成功しますよね。キューバ革命って、あの、まあ、かの有名なカストロおよびチェ・ゲバラが、えー、図ったですね、キューバ革命っていうのが成功して、アメリカから独立する社会主義国に、 なるわけアメリカと国交が断絶します。はい。この時にアメリカ側に渡ったキューバのミュージシャン、まあ残ったと言ってもいいね。アメリカに移り住んだ人たちとキューバに戻ってくる人たちっていうのが分かれます、そこで2つに。で、実もキューバとそのアメリカとの行き来はまあほとんどなかったと。えー、その後、また国交がね、復旧するまでは。はいだもんでですね、そのアメリカに渡った、えー、 このカリブ海の人たちで一番多いのがプエルトリコの人たちなんですね。でプエルトリコの人たちが住んだのが、まあ、かの有名なスパニッシュハーレムっていうところ、まあ、ここが一番有名かと思います。セントラルパークの、えー、北東 <laughs> にあたるところで。サルサのバンドでスパニッシュハーレムオーケストラっていうのがあるんですが、まあそこはここのことですね。はい、でここを中心に えーまあ、ほとんどプエルトリカンと、えー、少数のキューバ人っていうのが移り住んで特にこの地域でこの地域のナイトクラブでさっき言ったようなマンボとか、えー、ソンモンというのが演奏されますそれがめちゃくちゃ盛り上がるというわけなんですね具体的な名前を挙げるとティト・プエンテとかティト・プエンテは知ってますかティンバレスでよくティト・プエンテモデルっていうのがあるんですけど あのチワワみたいなね見た目のおじさんなんですけどティト・プエンテとかあとマチートマチートとかセリア・クルースとかはいモンゴ・サンタ・マリアとかレイ・バレットとかこの辺はねもう今でいう、えー、ラテンミュージックの巨匠にあたるわけなんですけども、まあ、多くはプエルトリカン、えー、ティト・プエンテもプエルトリコ。 ただし、ニューヨーク生まれのプエルトリコ、レイ・バレットもプエルトリコ、セリア・クルースはキューバですね。セリア・クルースは亡命した形になるんだね、独立後は。はい。で、そういう、まあ、今でいうレジェンドたちが、まあ、この界隈でやってましたと。で、それで、あすげえ盛り上がってるわ、この界隈っていうことで、はい。名前知ってますかファニアレコース・ファニアレコード。ファニア・レコード。 1964年にファニアレコードというレーベルが誕生します。ここは、まあ、いわゆるラテンミュージック、さっき言ったアフロカリビアンミュージックのレコードです。ジャズといえばブルーノート。ソウル、R&B といえばモータン。ラテン、カリビアンといえばファニアレコードといったぐらいに、まあ、今でもありますけれども、めちゃくちゃ有名なレコード会社が誕生して、まあ、ここからね、 多くのレジェンドたたたたちが、えー、リリースしししりりりライブしたり発信すするという感じです、はいまあ、パーカッションやってる人だったらね絶対知っておくべきっていうところで言うとレイ・バレットとかヒト・プエンテとか、えー、継承略ですいませんが <laughs> あすいませんあと名前出てなかったけどエディ・パルメーリーもねいらっしゃいますねでこの頃のそのサルサの雰囲気が知りたい 方は例えばセリア・クルースとかね入門としていいと思いますえー、YouTube で検索しても出てくるしなんかサブスクで検索しても出てくるセリア・クルースかまああとパルミエリかなエディ・パルミエリはいですでこういうまあ今でいう大御所たちがいたんだけれどもまあこの人たちが一堂に会してライブをしたり、えー、レコードを発売したりするのがまあかの 有名なファニアオールスターズってやつね。ファニアオールスターズっていうのは固定メンバーっていうか、まあ、この人たちっていう感じ。このそれぞれのアーティストが、えー、夢の共演みたいな形でやったのがファニアオールスターズで、もう本当にヤンキーススタジアムをソールドさせるぐらいの人気になります。はい。で、大変有名な話なのサザンオールスターズさんって言いますけど、サザンオールスターズはこのファニアオールスターズのパロディっていうか、 えー、この名前をね真似て作ったと言われてますね。ていうかなんとかオールスターズって大体ここから来てるっていうか <laughs> はい実はこういうレコード会社があったことによって、まあ、より音楽の普及に拍車がかかったと。でまあいろいろな人種の人とかいろんなそのスタイルの人がいるわけなんだけれどもこれをサルサって呼んじゃおうよっていうことにしたのが <laughs> サルサなんです <laughs>。 えー、ラジオ DJ が言ったっていう説があったり、えー、テレビの MC の人がサルサっていう風に言ったっていう説があったり、まあ、いろいろ由来はあるみたいなんですけども、まあ、要するに、サルサっていうか、ドレッシングっていうかもうね、いろんなこう要素を混ぜた、えー。そしてスパイシー、ちょっとスパイシーな雰囲気があるということで、サルサっていうネーミングをつけたわけです。はい。で、当然、うん、この、 いろんな人たちがいいいるじゃななですかいろんな国だったりいろんな立場の、えー、人がいるからこんな一緒く体にされんの嫌だよってしかもサルサって名前なんだよってケチャップかよっていうね反感があったんだけど強引に、えー、ラベリングしましてこれ結果的に大成功します。ではこう分かりやすい名前が付けられるっていうことで人々の認知が得られるっていうのは今でもあると思うんだけどなんかこうねジャンルの名前って例えば R&B にしろ あファンクにしろ、ソウルにしろ、全部後付けのジャンルの名前なんですね。でそういう分かりやすいこう一言で言えることによって広まるっていうのが大いにあるじゃないですか。まあ、流行もそうなんですけどで、結果的にこのネーミングは大成功する。はい、ので <laughs>、したので、ニューヨークを中心に、まあ、言ってしまえばファニアレコードを中心と言ってもいいぐらい。はい、およびそのニューヨークの ナイトクラブ界隈ですね。を中心に、えー、世界発信して、後のこういう人たち、えー、キューバ人、プエルトリコ人、はたまた、まあ、他の国からもだんだん人が集まってくるペルー人とかドミニカ人とか、えー、いろんな人たち、カリブ系の人たちが集まってくるわけなんだけども、その人たちの地位と音楽を向上させたっていうのがサルサなんです。はあ、<laughs> 以上です。お疲れ様でした。っていうことを。 まあ知らなくても全然いいんですけど知ってると実際の,その、ね、音楽を演奏するとき例えばさっき言ったちょっとしたそのアクセントの違いとかパターンの違いっていうのが分かるようになるっていうか例えばなんかこう、ね、好きなアーティストが、えー、いるとするじゃないですかいろんなこうサラさんの CD とかを聴いてるとあこの人は一体何人なんだろうか一番多いパターンがプエルトリコ人とかニューヨーク系のプエルトリカン えー、あるいはキューバ人のグループだったりする。あるいはそれ以外の国。例えば、ピート・エスコピートっていうパーカッショニストがいるんですけど、ピート・エスコピート、シー・ライーとかね、は、まあ、メキシカン、メキシコからですし、えー、後にね、ポンチョ・サンチェスっていうパーカッショニストがいて、ポンチョ・サンチェスはアメリカ人なんですね。一体その人が何人、どういうバックグラウンドを持った人なのかによって、演奏のスタイルが違うっていうことに気づける。 はい、で、えーまあ、自分が演奏するときにどういうスタイルをやればいいのかなっていうのが選択肢ができるってことですね一色単にこう「あラテンだクラーベだあパッ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 パ」はこれはもう小学生レベルなわけですよ。で、えー、そこからねあこれはこう何人のグループなのかっていうことが分かってくると聞くのがめちゃくちゃ面白くなってくるっていう感じなんですよ。 <で> <laughs> これらを、まあ、サルサと呼ぶ流れがあって実際その本国っていうか党の交流うね音楽の中心であったキューバではどうかっていうともう猛反対っていう感じだったねサルサって何だよみたいなねで特にそのもう、えー、国交が断絶してからのキューバっていうのは独自にその音楽のレベルをぐんぐん上げていってるわけなんですよ有名なところでチャンギートとかねいますチャンギートのソンゴみたいな えー、すごいねファンクの要素が入ったリズム音楽だったり、えー、チューチョバールデスのイラケレっていうバンドがありますけどもうロックの要素を、えー、混ぜた組み込んだバンドがあったりどんどん新しいことをねやっていたわけなんでいわゆるこのマンボとかソン・モントゥーノっていうのはもう古い音楽なわけで <laughs> 今俺たちがそのキューバでやってる音楽はもっとイケてるんだぜっていうのがあってよりそのね マンボソンモントゥーノってねそれはお,お父さんとかおじいちゃんがやってた音楽だよみたいな、まあ、そんなことは言ってないかもしれないんだけどそういうイメージだから本国キューバの方では、まあ、割と不評なんだけど後々受け入れざるを得なくなるっていうかでキューバでやってる音楽を、えー、キューバンサルサって言ったりするんですけども割とそのサルサって言われることを嫌って、えー、ティンバって言ったりしますねキューバの キューバ生まれのキューバの人たちがやってるこういうスタイルの音楽のことはティンバって今では言われてます。はい